ジョージ・テンプルトン・ストロングは、アメリカ合衆国出身のスイスの作曲家、水彩画家。同名の父親は、鉄道会社の顧問弁護士で、エイブラハム・リン・カーンの元同僚、ニューヨーク・フィルハーモニック協会の理事という、ニューヨーク州の名手であった。教養の一環として、両親の勧めで、ピアノやビオラ、オーボエを学ばされ、ニューヨーク・フィルハーモニー協会のリハーサルにも足しげく、通ううちに、 音楽熱に取りつかれる。音楽家になりたいとの夢を語ったところ、父親の猛反対に遭い、気づいた時には自宅から叩き出されていた。このため、メトロポリタン歌劇場管弦楽団にイングリッシュホルン奏者の職を求めて、自活1879年から投資、オーケストラのビオラ奏者として、生計を立てながら、ライプツィヒ音楽院でザ・ロモニアダスゾーンに、 その後はフランクフルトでヨアヒムラフに作曲を指示。その後はビーズバーデンを拠点とし、新ドイツ学派の一員として作曲活動に入る。1885年の公共詩、ウンディーネはリストに検定され、リストから賞賛を受けた。大作、公共曲第2番、ジントラムは1888年の作品である。1891年には、 同郷の作曲家、マクダウェルの招きで帰国、ボストンのニューイングランド音楽院作曲家で教弁を取るものの、やがて体調を崩して、不本意な結果しか出せず、2年後に辞職して、ヨーロッパに戻り、スイスに住居を構える。1890年代は、音楽活動よりも、地方の風景画家として、生計を立てた。1900年代から徐々に作曲活動に、復帰。 1910年代には指揮者のエルネスト・アンセルメラとも信仰を結んでジュネーブ楽団の要人の一人に名を連ねた。これ以降は画業の傍ら旧作の改訂や還元楽曲を中心とする作曲活動を晩年まで続けた。ストロングはアカデミックなライプツヒト、よりロマンティックなフランクフルト、進歩主義と新ドイツ学派の画像バイマルというように、 ドイツの性格の異なる様々な音楽都市で学んだことにより、幅広く柔軟な音楽的趣味を身につけた。明晰さと職人的感性を重んじる一方で、独創性と創意工夫を尊重する指定となって現れている。この姿勢は、ストロングが支持した同時代の作曲家についても当てはまる。ストロングは、グラズノフやラベルに敬意を払い、マーラーや、 アール・シュトラウスを情熱的に支持した。一方、アンセルメの友人ではあったものの、ストラビンスキー作品には理解が持てなかった。ストロングはピアノ曲や歌曲が創作の中心だったマクダウェルとは対照的にアンサンブル作品、とりわけ還元楽曲の作曲を得意とした。一方、マクダウェルがアメリカ帰国後にアメリカの様々な民族の民謡に影響されたのに、 対して、帰国が短かったストロングは、民族主義的な作風にほとんど興味を示さず、フォスター作品の編曲を手掛けたり、一時的に、マクダウェルの手法で、北米大陸先住民の民謡を改作したに、過ぎなかった。作曲家としては、おおむねロマン主義音楽の伝統上に、ある。ロッシーニアベルリオーズ、ラフに影響を受け、オーケストレーションは重厚カレである。しかし、 ペシミスティックな題材や劇的で不安な表現への好みという点では、むしろしばしば精神的にチャイコフスキーとのつながりを指摘することもできよう。とりわけ長編の公共詩、アーサー・オーは音色の好みや表現の質において、しばしば悲壮公共曲を連想させずに置かない。しかも、マクダウェルやチャドウィックに比べると、旋律の息が長いのもチャイコフスキーを連想させる。 一方で、ストロングの公共誌は、しばしば大変に長大であるにもかかわらず、楽曲構成が緊密で、曲の展開が論理的である。ありがとうございます。